太陽の船、ソルビアンカは、1999年に AIC、パイオニア LDG により制作された OVA。ソルビアンカの世界観を引き継ぎつつも、全2作とは、連続しない独立したストーリーを持ったリメイクに近い形で制作された。日本とアメリカ合衆国で、フルデジタル制作され、サイバーとアール・ヌーボー調の入り混じる、独特のビジュアルを持つ、 サイバーパンク的な宇宙海賊物となっている。地球人類は、高性官航行技術を手に入れ、地球から脱出し宇宙に進出、植民を行い宇宙開拓時代を迎えた。それから数百年が経ち、宇宙開拓時代は終わって、植民惑星の中には、一般市民レベルでは、交通が途絶した星もあった。そして、母なる地球は、温心不通のままだった。 開拓時代に作られた宇宙海賊船ソルビアンカで活躍する女宇宙海賊エイプリルは最強の海賊の証であるイニシエのオーパー,ーツフリントロックピストルを盗まれてしまう。エイプリルはじめソルビアンカクルー一行はそのフリントロックがある惑星で闇オークションにかけられることを知り潜入。過去の戦いからフリントロックの入手を狙うユンター率いる。 地球軍が踏み込んだどさくさに紛れて、大立ち回りの末、フリントロックを取り返した。この時、ソルビアンカを留守にしていた間に、少女名誉が密航していた。が、すでにお尋ね者となった彼女たちは、その星に戻るわけにもいかず、オーパーツを求め海賊家業を行いながら、名誉の両親がいるという、夢の星地球を目指すこととなる。が、彼女たちを待っていたのは、 ソルビアンカ自体をオーパーツとして捕獲を狙う地球軍の総攻撃、そして名誉の両親の死という過酷な現実だった。また自由気ままだが先の見えない海賊暮らしに不安を感じ始めた最年長のフェブが一味を離脱こともあろうにギュンターの手に落ちてしまう。白色で選手に行くほど扁平で滑らかな。 全没型水中浴船に類似した形状の船体であり、後部には水中浴場の構造物がある。後部には環境構造物のような構造物があるが境界ははっきりせず、船首部には太陽をモチーフにした図案が描かれている。船体中央部上下に手法など兵器が設置され、戦闘時は穂のような構造物がせり出してくる。ブリッジはサイバーな雰囲気を持っている一方、 居住区の内装はメカメカしさがない。また船の航行や兵器などは半透明の女神の姿をした人工知能 G によって制御され原理不明であるが自己修復機能もあるようだ。起動メッセージ中にバイオリアクター、プロトプラストシステムなどが表示されることからバイオテクノロジー化生物の仕組みを模した技術の存在が伺われる。 船体をワープのためのフィールドで包み高速を超える、スタートレックに類似したスタイルの超高速航行を行うことができる。宇宙開拓時代に建造され、その後宇宙空間に放棄されて数百年漂流していたが、エイプリルの故郷の惑星の近くに漂着し、エイプリルに拾われ、以降は宇宙海賊船として使用されている。オープニングテーマ、2BE Free には、 当時としては珍しく、フルオーケストラを使用し、ボーカルのステラ・ファーストも、オーストリアのオペラ歌手である。演奏は、スロバキアフィルハーモニー管弦楽団だが、エンディングの字幕では、サルバッツと、誤職されている。サブタイトルやシステム起動時のメッセージ、登場人物の名前などに、スペイン語に由来するものが見受けられる。本作における、オーパーツは、本気である。 間違いな出土物ではなく、先文明である宇宙開拓時代に由来する失われた技術やその産物を指しており、どちらかというと概念的にはオーバーテクノロジーに近い。オーバ治によるノベライズ太陽の船ソルビアンか、氷の戦艦がファミツー文庫から出ていたが、現在は絶版。ただし、エープリルのものは金色でギュンターのものは銀色である。 ありがとうございます。